ダンスファン DVD をご覧の皆様、お久しぶりです。渡辺さと子です。小田圭司です。どうですか皆さん、このスタジオ豪華でしょね、うん。今日はですね、僕たちの、小田圭司ダンスアカデミーで、DVD 収録をするということで、ダンスファンでは初収録ということです。はい、はい。あんま自分の教室褒めすぎだよそう、はい。まあそうですね、まあ、私たちもスタジオを、オープンしてですね、心機一転、これからもダンス界のために、頑張っていきたいと思ってます。そうですね、はい、はい。今日は、まあ、皆様のね、読者の皆様から、Q&A ということで、皆様のダンスの悩みをズバッと解決していきたいと思っております。はい、何でもお答えしちゃいますので、どうぞご期待ください。はい、それでは始めましょう。はい、今回は、皆様が抱えているダンスの悩みをですね、僕たちがズバズバッと解決していきたいと思っております。はい、この DVD をご覧の皆さんもね、きっと同じような悩みを持っている方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、そうだね、うん、参考になればと思います。うん、まあ自分のことよりもね、他の人がこう指導されている、まあ、ものをね、こっそり聞いていた方が意外と分かったりもすることが、うん、あるからね。そうですね、いいヒントになればと思います。はい、はい、今回はこのように椅子に座って、テレビ番組のように MC 風に進めていきたいと思いますので、ね、うん、では早速皆さんの質問を見ていきましょうね。いきましょうか。はい、はい、チェラー。はい、じゃあ早速最初の質問から、うん、最初の質問からいきたいと思います。いきましょうか。はい、50代の女性の方から、はい、ウォークのコツを教えてくださいこれもみんなが知りたいよね、きっと。そうですよね。まあ、うん、ダンスの上達する第一歩というか、そう、まあこれがうまく踊れればほとんど全部ね、ね、うん、うまくいくっていう、まあ、その基本はですね、実はこの、こんなところにダンスファンが2015年2月号ですね、はい、この、2月号にですね、私たちがこのコンペで勝てる秘密というところでですね、はい、この立ち方とかルンバウォーク、この、解説をですね、細かくやっておりますので、はい、こちらを参考にしてみるとそうですね、いいかなと。はい、なかなかコツっていうのは、うん、難しいですね。ウォークにコツ、このコツをつかめば、うん、ウォークがうまくなるっていう、そんなピンポイントで簡単なものではないので、おっと、はい、かなりこれ2月号で詳しく細かく説明しているので、見逃してしまった方はぜひバックナンバーを買って見てみてくださいそういうことです。はい、しっかり練習してみてください。じゃあ次の、はい、質問いきましょうか。はい、30代男性の方から、シャドー練習で気をつけることはありますかということですね。ああ、素晴らしいですね。うん、シャドーね、大事だよね。うん、シャドー大事ですね。どうでしょうか。やっぱりあれですよね、シャドーではこう、シャドーっていう名前がついてるぐらいなので、まあ、一人で練習するんですけれども、うん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 、自分で立つっていうバランスをしっかりつかむことが大事です。そういうことですね。はい、やっぱりその、うん、コネクションであったり、うん、二人のね、この関係というのは、あくまでも自分が立てる位置にまずはいることが大事なんです。うん、はい、それができてからコネクションで二人の体重を掛け合ったり、ダンスを作り上げていく
ことが必要なので、はい、まずは自分で立てるということですね。そうですね、うん、手をつないでしまうとどうしてもやっぱり相手に頼ってしまったりすることもありますので、うん、それをしないで自分のバランスでマックスに体を動かすっていうことができてから、はい、2人で組むと。そうです。そしてさらにボリュームを出していくって感じですかね。そうですね。気をつけること、うん、じゃあ何でしょう、気をつけること。そうですね、やっぱりあれじゃないですかね、組んでいるつもりで踊るっていう、うん、はい、なのでこう手をこう置いてある手を動かさないで自分が動く、うん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 、でこういがむしゃらにわーっとこう相手がいるので振り回してしまうと、女性と組んだ時にすごく女性がこう踊りづらく感じてしまうので、やっぱりこう起点を動かさないというかですね、コネクションハンドを動かさないでフルマックスで練習する、相手がいるつもりで、つもりでシャドウの練習をするということですね。これが大事です、気をつけるポイント、うん、そうですね、はい、それではですね、シャドウの仕方を今日は特別にお見せしたいと思います。やってみましょうかこれも、うん、ね、はい、はい、それではシャドウの練習方法として、はい、ちょっと紹介していきたいと思うんですが、はい、まあ、もちろんシャドウで踊るとしてもですね、必ず、常にパートナーと一緒に踊っているという、雰囲気を出していかないといけません。でたった一人で踊っているわけではないので、常に意識を持つということですね。で例えばですね、僕今からちょっとルンバの、シャドウをしています、今からちょっと僕が2パターンやっています。で一つはですね、本当に自分のことしか考えない、シャドウで、もう一つは、そこに女性がいるという想定をして、シャドウをしてみたいと思うので、その違いちょっと見ていただければと思います。まず、自分だけのパターンですね。いますルンバでいきますね。2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4。はい、今のパターンとですね、じゃあちょっと次は女性がいるという想定でやってみたいと思います。はい、どうでしょうか。全然違いますね。見えました。はい、今すごい女性が体重移動している様子も見えました。やったー。はい、全然違います。これです。はい、ね、なので常に、女性がいる、または女性の方は男性にリードされているという意識でシャドウをする必要があります、うん、で、あとはですねコネクションなんですけども、このコネクションというのは基本2人の中心にいつもあるという説明は、まあ、前回の DVD でもしたんですけども、シャドウになってしまうとですね、どうしてもこのコネクションが、まあね、相手がいないわけですから動きがちなんですね、はい、でこれもですね気をつけて、練習しないといけないんですが、ちょっとやってみましょうかその辺も。はい、ですね、練習方法としてはですね、例えばそうだな、あのジョニー持ってこれる？え？これですか？重たいかな。はい、それではですね、ここで観葉植物のジョニー君にちょっとお手伝いをお願いしたいと思うんですけども。久しぶり。元気？ジョニー君。元気に、もうすくすく育ってますけど。はい。ですね、このジョニー君の葉っぱをまず持ちます。こう。この葉っぱをですね、取らずにシャドウしてみましょうか。いいですか？例えばファンポジションを開きます。グー。はい、こういう感じ。彼はすごい繊細だからね、はい、ちょっとのことでも葉っぱ取れちゃいますから。こういう感じなんですよね、常にシャドウというのは。まあ何が言いたいかというと、手を動かさないってことなんです。シンプル。
どうですか、佐藤先生。そうですね、手を動かさない、つまりあれですよね、うん、動いちゃうものを持ってシャドーするってことですよね。そういうことかな。ですよね。だって、うん、例えばバーとか掴んでるとバーは動かないので、バーをグイグイグイ押したり引いたりしてしまうわけですよ。そうだね。そうすると実際踊ると、実際踊った時にこう動くものと手をつないで踊るわけですから、バーは動かないわけですから、こうやって押したり引いたりしちゃいますけれども、うん、手は動きますからね、こういうふうに、うん、つまりジョニーと同じということですね。何かぶら下がってるね、こう電気の紐とかでもいいですこうそれを動かさないようにしてこう踊るっていうね、こういう練習ですね。こういう練習ね。そうグッ、自分が常に相手がいる、常に、はい、相手がいるっていう、侵入しない、はい、うん、これが大事。これシャドウの、まあ、コツですかね、うんうん、僕たちがやってるというかですね、うん、はい、大丈夫でしょうか、うん、はい。では60代の女性から、はい、ヒップアクションとアームワークが連動しません。なるほどアームワークはね、先ほど紹介した2015年の2月号に、勝てる秘密ということで載ってますけども、ね、はい、連動しないということはちょっとこれは説明しないと、動きで説明しないと、そうですね、伝わらないと思うので、はい、ちょっとやってみましょうか。じゃあそうですね、ね、じゃあお見せしたいと思います、はい、やりましょう。はい、続きまして、アームワークとヒップアクションがうまく連動しないというお悩みに、はい、ちょっと答えていきましょうか。うん、で、多分ですね、アームワークと、まあ、ヒップアクションというのは必ず連動しなくてはいけないんですよ。で、どういうことかと言いますと、例えばですね、人って歩くときにこう歩きますよね。これが普通の歩き方ですよね、こうやって。で、この関係と同じなんですよ、実はアームとヒップで。どういうことかと言いますと、今僕ここで歩いてます、歩いてますね、こう歩いてます。じゃあこれをこの場で足踏みをします。はい、じゃあその足踏みをちょっとずつダンスっぽくしてみます。グイーン、アームワークも同じです今ね、この足踏みと同じアームワークで、これをちょっとずつアームをダンスのようにつけていくとこういうことになるんですね。要するに右ヒップが入った時には右手は前に来るんですよ。これと一緒、ほら、これこうこうこういうことなんですよ。で、これがよく見受けられるのがこういうことなんですね、連動しない方っていうのは。もしくは全く関係ない感じ、うん、だよね、うん、こういう方が本当に多いです。はい、僕もレッスンしてて、はい、こうなっちゃってるよ、こうなっちゃってる、アームワークとヒップワークがこうです。歩くのと一緒で、このまま踊るとこうなるわけだ。女性もこうグイン、ほら、こうこれこれこれ、どうでしょう、これこれ、そうですね、本当、うん、自然ですよね。ある意味とても自然な動きっていうことです。そういうことです。もうこうなっちゃうんですよね、いつも絞りがあるってことですよね。だからそうそう、こうしてウォークするとこういうふうに、例えば前進するときは、はい、右手がこういうふうに出るとボディがこういうふうに絞りやすいですよね。こうやってグッてこういうふうに、うん、これが右手が出て、ごめんなさい、右足が出て左手がこう横に来るとボディが絞れなくなってしまうので、右手がこうこうだね、そうそう、グッ、こうそういうことです。こっち、こういうことですこういうことです。はい、グイー、そう、右手が横に出るっていうのはつまり後ろに下がってるってことと同じことです。右手が横に出るっていうことはこうしてるっていうことと同じことですので、ただそれがこう飾り的に前に出てきてる、こうしてるってことですね。これがこうなってる、うん、からここが絞れると。はい、これはこっち出ると全然何もこう関係なくて、ここの肩関節から
急に上がってきた手みたいな感じになってしまう、はい、こういうことですこはいはい大丈夫かな、うん、連動はいどうでしょうかお分かりいただけましたかナチュラルに動こうねってことですよねつまりね、うんまあ、結論としてそれがねできたらね苦労はしないんですよまあそうなんですよね難しいんですよねこれがまたね、うん、こういうことですからね分かんなくなったら普通に歩いてみればこのままこういうことですからね、うん、こう、うん、こうこうこうねはい正確にはこうボディの絞りと連動してるって言った方がいいのかな、うん、ヒップアクションそのものと連動するというのはまたちょっとヒップアクションに連動してるというよりはボディの絞りに連動してるって感じですよね右と左こうやって、うん、どうですかまあどっちとも言えますねうんうんはい大丈夫でしょうかはいちょっとそれでやってみてくださいねお願いしますはいはい次の質問ですね、はい40代女性の方から、表現力を磨くためには何をするのが最適ですかということですどうでしょうか難しい質問ですねそうですねまあでもダンスはある意味もう演技力ですよねまあ確かにはっきり言って女優さんや俳優さんと同じような感覚ですよね、うん、私の中ではあるね、はい、なんか僕らがセグウェイ踊る時もですね、うん、やっぱり、まあ、自分たちの、ビデオを何度も撮影して練習風景をですね撮ってですね見るんですけども、うん、こんなにやってるのに全然見えてこないっていうことがよくあるんですよ、うんうん、なのでもう本当に 120% じゃなくて 200% ぐらい確かに出さないと表現しないと意外と見えてこないんですよ、はい、多分皆さんもうん、ご経験があると思うんですが、はい、こんなにやってるのに全然踊って見えないって思いません、うん、皆さん、うん、あ思ってる思ってる今映像にしちゃうとね特にね今テレビの向こうでうなずいてる皆さん、うんうん、うなずいてますねそうなので、うん、まあ例えばこう物を一つリンゴがあるとしてこれを取るにしても、うん、こうやって体から取ってでこうやってやんないと、うん、これがこういう動きだけだとやっぱり、はい、ダンスにもつながってこないんですね。そうです、ね、一つの動きをするにしても大げさに表現するということが、うん、そうですね、大事になってきますね、うん、やってるつもりでも、うん、やっぱ見えてこないっていうのは、うん、やっぱそのやってる量が足りないってことですね、うんそうですね。ですよね。ちょっとこれも動いてみましょうか。そうですね。うん、はい。やってみましょう。はい。それでは表現力についてちょっとはいやっていきたいと思います。はい。じゃあ女性からの質問ですので私がちょっとメインに答えさせていただきたいと思います。うん、もちろん男性もねやらなきゃいけませんよ。これははい。しっかりと。じゃあベーシックルンバベーシックですね。シンプルなステップの中でどれぐらい表現ができるのかと。おっと。はい。いくね。超難しい。やってみようか、はい例えばですね一般的に、まあ、よく見受けられるのがはい音始まりましたピッこれはダメですねはいダメですね寂しい感じ、まあ、男性からもちろん最初女性にアプローチしていかないといけないんですが、はい、女性がいますでこの女性はもうねどっかの国の女王様です女王様に行くときはこう行きませんよね、うんおい元気いいとかで、うん、しない。ふい。じゃあそうした場合は女王様どうもようこそおいでくださいましたから入ってしゃ僕の手を取ってくださいとピンしょうがないわね取ってあげるわみたいな、はい、こんな感じイメージこうそうこれぐらいですイメージこうですよ、うんうん、ただ今ちょっとまだ表現力はねちょっとまあそうだな 60% ぐらいがないものは、はい、もうちょっとやってみる、うん、はい行きましょうかはいじゃあこう来ましたはいシュッまず立ちます手を出しますシュッどうぞはい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 こうして踊り始めますはいこういう感じ分かったかな今どうだろう伝わったかな伝わったと思うよ伝わったかうん伝わったと思うよどうでしょうね皆さんねうんね、手を出すにしてもこうじゃなくて、うん、ちゃんと体から手を出してあげるそうで女性もちゃんとそれを
体からこう表現してポンと押してあげる。そうです、ね、そうです、これ大事です、うん、はい。なんか練習方法としてさっきも言ったんですけども、何かものをね一つ、まあ、取るにしてもですね、こう取るんじゃなくてこのものを取るのにどれだけ体を使って取るか、はいはいはい、こう、はいはい、まるで物があるかのようにこうやってさ優しく掴んでもいいですし、うん、強引にこうやってもいいですし、それはもう表現力なので、一つの動きに対して全てを使って表現するということですね、うん、まあ、まずこれ出だしなんですけども、ちょっとステップの中でそれやってみましょうか。はい、はい、じゃあ例えば今じゃあこうなりましたね、はい、じゃあもう組んだとして、組んだとして、はい、組みました、はい、踊ってみよう、3,4 こういきますね、はい、じゃあここからファンに開いてみましょうか。どうぞ、2,3 どうぞ、シュワッ、あれ回します、しましょう、はい、はい、じゃあ今の表現した方、そこそこした方、そこそこですね、そこそこ、じゃあしない方やってみる、しない方はい、しない方だと、しない方だとどう見えるか、どう見えるかね、はい、ピッ、ちょっとじゃあ普通に踊ろうよ、表現しないで普通に、あ、わかりました、うん、ピッ、これ表現しない人、あんまり相手も関係ない感じですね、そう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 、はい、あんまり相手も関係しないんですけれども、関係ないね、じゃあもうちょっと男性にアプローチをかけて表現、アプローチをかけるという表現をしてみたいと思います。男性に、はい、相手に、ね、男性に、男性に、外にじゃなくてね、はい、はい、男性に、男性と外、両方、男性、そうだね、ポイントによっては外にもありますね、オッケー、やってみよう、はい、アプローチかけてみます、え、最初からいきましょうか、うん、最初から、はい、シュシュ、そうそう、はい、今はちょっともう少し男性の方にこうグッと顔に近づいたりアウェイしたりとか、うん、まあ、それからファンポジションの時に思いっきり外側に向かってね、こうアピールしたりとか、うん、また踏み替えた後に男子の方にすぐ意識をこう変えて、うん、男子の方にググッとこうアプローチしていったりとか、うんうんうん、こんな表現を入れてみました、ね、ベーシックの中だけでもこれだけいろいろできます、表現はできますね、はい、うん、ちょっとこんな感じでやってみてください、ね、やってみてください、はい。